というわけで、今から直接お祝いの言葉をお届けしに行きます。はい、オッケーです。録画止めますね。あやちゃん気合入ってたじゃん。一回も噛まなかったし。笹塚さんの結婚パーティーで流すビデオレターでもバッチリ決めないとね。このビデオレターの後に私たちがババーンと登場するんだよね。ええ、そのまま一曲披露して改めてお祝いの言葉を送るという流れよ。皆さん喜んでくれるといいですね。ねえまやちゃん、さっきからずっとカメラ見てるけど、もしかして録画できてなかった？あ、いえ、撮れてはいるんですけど、ひょっとして私動きすぎてピンボケしちゃってた？なあ、すみません、本当に大丈夫ですよ。ただもう一工夫できないかなって思っただけで。そう？私は今ぐらいでいいと思うな。いつものライブと違って主役は私たちじゃないんだし。でもまやさんのお気持ちわかります。今のままでも十分だと思いますが、もっと喜んでもらえるアイディアがあるかもしれません。そうね、まだ時間はあるのだし、考えてみてもいいと思うわ。そういうことなら私も賛成。もっとルンとするアイディアを考えよっか。皆さんありがとうございます。たのばる TV のコーナーを再現するのはいかがでしょう。会場の皆さんも一緒にやれたら楽しいと思います。確かに盛り上がりそうだけど、会場の人たちも一緒ってなると準備に時間かかっちゃうんじゃない？ですね。なので時間のかからない、例えば一発芸のようなものがいいかもしれません。お、それなら手品はどうかな。時間もかからないし、見る人の興味を引けるよ。ちょっとは練習必要だけど、私が教えるから大丈夫。それに5人で手品やれたらすっごく楽しいと思う。いいですね。綺麗に決まれば盛り上がること間違いなしです。でもさ、本当に大丈夫？あやちゃんちゃんとできるようになったの？ふそこまで言うなら見せてあげるよ。今日は教室に行く日だから、ちょうど道具も持ってきてるし。ではでは、マジシャンあやの即席手品ステージ、とくとご覧あれ。ご覧いただきありがとうございました。どうだった？すごいすごい、やるじゃん。ちゃんと手品だったよ。ええ、前にも見せてもらったけれど、その時よりだいぶ上手くなっているんじゃないかしら。口からトランプが出てきた時はびっくりしました。それに布がステッキにパッと変わっちゃう手品、元の布はどこに行ったんでしょう？それは内緒だよ。マジシャンは手品の種をそう簡単には明かさないからね。いや、思わず種を探りながら見ちゃってましたけど、全然わからなかったですよ。これなら皆さん盛り上がってくださるのではないでしょうか。本当？やったー、頑張って練習した甲斐があったよ。でもさ、せっかくやるならもっとババーンって感じの手品やりたいな。そういうのないの？今のも結構派手だと思うけど。確かにトランプの数字を当てる手品とか、手元で見せる手品は遠くの席の人には見づらいかもしれないわね。みんなでできて遠くからも見やすくて。そうだ、それならあれがぴったりかも。あれ、まだ他にも手品のラインナップが？うん、と言ってもやり方を知ってるだけで、実践してみたことはまだ一度もないんだけどね。おお、何それ何それ。みんなも見たことないかな、
人が入った箱に剣を刺すやつ。それなら見たことあります。初めて見た時は思わず目を覆ってしまいました。結構ショッキングですからね。自分も見るたびにヒヤヒヤしてしまいますよ。あやさん、まさかその箱に剣を刺す手品をやるってことですか？うん。あ、道具は先生にお願いして借りてくるから安心して。これならみんなで協力してやる手品だし、見た目もすっごく派手だしバッチリでしょ。中に入る人もコツさえつかめば簡単って先生も言ってたし。それはつまり私たちの誰かが箱に入らないといけないってことよね。うん、そうだよ。その危険はないのかしら？そこは大丈夫。マジシャンアヤに任せて、絶対できるから。切腹する前の武士の気持ち分かったような気がします。そうですね。今回はビデオレターとライブで行きましょう。大丈夫だよ。剣は絶対当てないから、お願い、私を信じて。あやちゃんが箱に入る側なら私やってもいいよ。いや、それは。手品はまた別の機会にしましょう、あやちゃん。そうだね、千里ちゃん。今日の買い出し結構大変だったね。ちょっと疲れたし、甘いものでも食べていかない？ほら、なんかちょうど甘い匂いが。こんにちは、マリナさん。その甘い匂いって私からかもしれません。あやちゃん、こんにちは。わあ、あやちゃん大きな買い物袋持ってるね。実はこの中身全部ドーナツなんです。そっか、それで甘い匂いがしたんだ。あ、もしかして最近駅前に新しくできたドーナツ屋さん？そうです、すっごく美味しいって評判なので差し入れにしようと思って買ってきたんです。ああ、スタッフさんへの差し入れかな。はい、これからタノバラ TV の撮影なんです。撮影の合間とかに食べてもらえればと思って。あやちゃんから差し入れもらったらきっとスタッフの皆さんも喜ぶんじゃないかな。そうだといいな。普段から差し入れすることもあるんですけど、でも今日は改めて日頃のお礼をしたいなと思って。へえ、何かそういう気持ちになるきっかけでもあったの？はい、先日番組ディレクターさんの結婚パーティーにパスパレのみんなと出席させてもらったんです。わあ、それは素敵だね。パーティーどうだった？実はちょっとしたトラブルが起きちゃったんですよ。でもディレクターさんの笑顔を守りたかったから、パスパレのみんなで裏でいろいろ動いたんです。そのおかげでパーティーは無事大成功に終わりました。けどその時の経験から裏方さんの大切さが分かったというか、普段私たちがステージに立てているのは裏方の皆さんのおかげなんだなって改めて実感したんです。なるほど、それで日頃のお礼も兼ねての差し入れってことだね。はい、でも差し入れするだけじゃなく、お仕事の方でもしっかり返していきたいと思ってます。いい番組にしたいっていうスタッフさんたちの思いに応えて、私もアイドルとしてもっともっと輝いてみせます。気合十分だね。はい、今日の撮影も頑張ります。あ、そうだ、よかったらマリナさんたちもドーナツどうぞ。お二人にもいつもお世話になってるので。でもそれってスタッフさんたちへの差し入れでしょ？私たちがもらっちゃっていいの？大丈夫です。足りないってことがないようにたくさん買いましたから。それにもし余ったらパスパレのみんなで食べようかなって思ってたくらいで。お、別に自分が食べたいからたくさん買ったわけじゃないですよ。
大丈夫、わかってるよ。それじゃあ、あやちゃんの感謝の気持ちいただいておくね。ありがとう。はい、じゃあ私はスタジオに向かうので、これで失礼します。